はい、ということで今日私がついた嘘を4月1日の0時に投稿されました動画、ホロコイが発売するぞっていう、なんか信用してる方もいましたが、そんなね、私本当だったら私のところで上がんねえだろいや本当だったら私のところで上がるわけねえだろ何騙されてんだそう、実はさ、ホロテスの時に、そう、完成した動画をさ、みんなで見てたんだよ。ノエル先輩も見ててさ、やっぱりね、とある先輩のところでね、限界化してまして、これはいつ帰るの？いつ帰、いつ帰る？いつ帰るの？これ。めっちゃテンション上がって言ってた。まあちょっと誰とは言いませんけどね、とある先輩のところで限界化されておりましたね。音源くださいではなかった。そう、音源くださいではなかった。発売し、これ発売するよねっていうね。まあ、スバル先輩はちょっと初期のなんとか数をね、ちょっともう一回ちょっと私の方でね聞きたくて欲望あとやっぱりスバル先輩、主催側じゃなくて出てほしいなっていうのがあって選ばせていただいたのと、バランス見た時にやっぱりスバル先輩がいた方がなんか締まるなみたいなのはありましたね。